さん、こんにちは。アリョーナです。今日はですね、乗り鉄子ちゃんのレポをしようと思うんですが、で実際の映像をお見せする前にちょっと皆さんにね、軽く何をお見せするかっていうのを説明したいと思います。私はですね、ちょうど先週の月曜日なんですが、お仕事で名古屋に行ってきました。でその時にですね、新幹線乗ったんですが、その時の新幹線が新しい N700S っていう新幹線に乗りました。で自分自身はね、鉄道が本当に大好きで、でもだからといってめちゃめちゃ詳しいってわけではありません。まあなんか乗り鉄子みたいな、乗るのが大好き、乗ってなんかいろいろ喋るのが好きみたいな感じなんですけど、でもやはり東海道新幹線はやはり仕事でよく使いますし、結構ね興味のあるテーマなので、やはり新しい方が出たっていうのはすぐ乗りたくなっちゃうので、今回はですね、わざわざこの新しい新幹線が走る時間帯を狙って乗ってみました。ちなみに皆さん、どうすれば新しい新幹線に乗れるか分かりますでしょうか？私はですね、乗る直前までは全然分かんなかったんですけど、実は JR 東海さんの新幹線のツイッターっていうのがありまして、で JR 東海さんがだいたい前日の12時とか13時ぐらいに翌日の運行情報をアップして、まあ、どの新幹線が新しい新幹線なのかっていうのをね、公開しています。まあ、公開している情報自体はですね、時間じゃなくて南後というふうな情報が載っていますが、自分が調べなくてもですね、そのリップする皆さんがね、時間をまあ載せるわけなんですね。はい、まあ、それは余談なんですけど、毎日 JR 東海さんの新幹線のツイッターをチェックしていれば、翌日の運行情報が分かって、どの新幹線が新しい方なのかね、乗ることができます。で実際にですね、今1日でだいたいどれぐらい走ってるかと言いますと、まあいろんな日チェックしたんですけど、5本ぐらいでしょうかね、だいたい1日で片道だから、東京から新大阪までの分5本で、帰りも5本ぐらいで、それぐらいの感じで走っていて、日によってはお昼しかないとかって時もあれば、朝2本、お昼1本、夜2本とか、まあ、日によって違うようですが、で私は直前まで分からなかったので、まあ、自分はね朝に行く必要あったので、その日に朝の新幹線があるようにずっと祈ってたらですね、ちゃんとありました。で動画の中でもお見せしますが、のぞみ305、東京駅9時12分発の電車がその日の700S だったんですが、まあ、ワクワクドキドキでね、乗ることができてとっても嬉しかったです。でこの動画の最後にですね、まあ、自分の感想と言いますか、実際に自分が気づいた新たな新幹線で変わった点について述べたいと思います。で述べるところが今日はですね10箇所もあります。これはこの実際の実況と言いますか、実際の映像の後にまとめて話したいと思います。でもう一つ先に申し上げたいことがですね、私は鉄道が本当に大好きなんですけど、プロの乗り鉄でも何でもないので、私のリポートはどちらかというと、まあ、一般人のリポートです。あったかい目で見守ってくださいね、皆さんお願いします。じゃあ当日の映像になります。はい、皆さん改めてこんにちは。今東京駅にいますね、京浜東北のホームですが、はい、これからはちょっと新幹線に乗り換えますが、はい、ここにね。で今日はスマート X を初めて使ったんですけど、その感想もどっかでまた述べようかな。でですね、新幹線に乗る前にある場所に寄りたいと思いますが、皆さん私がどこに寄りたいか分かりますでしょうか？はい、ここに今向かってるのですが、さあどこでしょうか。まあはい、もうみんな分かったと思うんですけど、ちょっと乗る前にスターバーに寄ろうと思います。私はよくこちらのスターバーのお世話になります。ここは日本一早くドリンクを出してくれるスターバーなんじゃないかなと思います。本当にみんなギリギリな時間で買うこと多いので、はい、ドリンクの出来が本当に早いですね。でここからはですね、もうホームに向かうんですが、今日のホームは、はい、19番のホームですね。のぞみ305、新大阪行きは私が乗ります。ちゃんとね、JR 東海のツイッターでね、この新幹線は 700SK で走るということを確認してからね、乗ることにしました。
1日におそらく3、4本ほどしか走らずですね、そして全部新大阪止まりですね。山陽新幹線には確かまだ走ってないと思います。で早速ホームに登ったら止まってましたね。皆さんおはようございます。今日はちょっと新しい新幹線に乗ろうと思います。で私は7号車なんですが、ちょっとどうしても新幹線ちゃんのお顔が見たくてですね、まだ時間があるうちに1号車まで歩こうと思います。パパッとね。はい、でここからですね、まあ、大体7号車あたりから私が1号車まで歩いてるシーンなんですが、まあ、こうやって見るとすごく大きな変化はありませんが、確かに新幹線のそのお顔の方は変わったって聞いてますね。でちなみに動画を撮ろうとするとね、この行き先の表示のところがね、なぜかねちゃんと表示されず見えないんですけど、その原因はちょっと私もわからないですね。カメラの性能が悪いのかな。はい、そうこんな感じでね、まあ新大阪だって読めるんですけど本当はこうなってないんですよね。はい、お顔がこんな感じで、なんかライトとかほっぺたの部分がちょっと変わるのは分かりますかね。分かりづらいのかな、どうかな。お、ライト変わっちゃいましたね。はい、ということでですね、今日はこの子を見に行きました。ちょっと車内も結構楽しみにしてます。発車までですね、あと多分6分ぐらいしかないんですけど、この1号車から7号車まで今からちょっと歩きます。あ、大丈夫かな、歩くのがね早いからね。ちょうど今隣のホームからですね、前の 700K がね発車したんですけど、なんかねお顔がちょっと違いましたね。後で写真で見比べようかな。ではでは自分の車両に戻ろうと思います。発車まであと4分ほどありますが、さっきね私は自分が7号車だっていうふうに言いましたが、実は私は12号車でした。結構遠かったですね。で今撮ってるのはまだまだ1号車なのでちょっと遠いかなと思います。でこのロゴってねやっぱりいいですよね。ここが多分外観で一番分かりやすい違いかもしれないね。はい、じゃあ急いで自分の12号車まで歩こうと思います。結構長いですよね、やっぱり新幹線ってこうやって1から12までね歩こうと思うとね。でホームドアの横にずっとラクダって書いてあって、スマート AX の広告ですよね。ちなみに今回私も初めてスマート AX 使ったんですけど、結構良かったんですけど一個だけね失敗したことがありましてですね、それは今度のエンジンカット集でちょっと皆さんにお見せして、皆さんにたくさん笑ってもらおうかなと思います。12号車そろそろかな。はい、無事に乗りました。もうね時間がギリギリでね登場するシーンは通れなかったんですけど、今こうやって座ってなんとなくスペースがそれ以上に今まで以上にね広くなったような気がしていてですね、あとねすぐに気づいたのがテロップ変わってますよね。ここ大きな変化かなと思うんですけど、今までの新幹線ではどういう感じのテロップだったか皆さん覚えていますか？私は覚えてるんですけど、まあ、結構ね違いが大きいと思いましてですね、全体のなんか表示する情報だったりとか配置だったりとか結構大きく変わっていて、あと席の色少し明るくなっていませんか？で映像では分かりづらいんですけど、実は席の柄がね富士山になってるらしいんですね。でテロップ、はい、こういう風に変わってましたね。それでここ小さい変化ですが、机の色とあとこの表示情報がね配置がちょっと変わりましたね。それと一番大きくて嬉しい変化といえばここですね。これでルドシートにもちゃんとコンセントつくようになりました。もうお客さん同士でね戦い合うということはないと思います。はい、こちらにもちゃんとついてます。私は2列の席に座ってるんですが、どっちもついてます。はい、で今ちゃんと走ってますね。で今走ってる場所はですね、まだ東京駅と品川の間でスピードもそんな出ていませんし、京浜東北も横走ってるの分かりますよね。もうそろそろ品川に着くのかな。は
い、そろそろ品川駅が近づいてきましたが、いつもここ通るときに思うんですが、なんかすごく品川駅の重要性と、あと何て言えばいいんでしょうか、歴史性を感じてるんですね。私はなんかすごい立派な構造でね、広くてですね。で、品川駅ではですね、なんとですね、もう1台って間違ってるかな、とりあえず隣のホームで下り列車もですね、同じ車両でした。同じ S でしたね。はい、私ちゃんとあの表示が見えたんですけど、すごい偶然ですよね、同じ時刻で品川駅を通るなんてね。はい、そういうことなんてもありましたね。はい、品川を発車して次は新横浜に泊まりますね。で、ここで一瞬だけ京急見えましたね、上走ってるのもね。で、早速トンネルですね。この辺にトンネルってありましたっけ、忘れちゃいましたけど、はい、あったみたいですね。はい、で、ここからですね、はっきりとですね、車内放送が聞こえてるんですけど、そこを聞いてみてください。結構多分ここに関して言いますと特に変化がないと思います。車内放送は今まで通りになってると思います。それでは次の変化に行きますが、ここの班がですね、少し形変わりましたね。で、机ちゃんは、まあ、特に変わっていませんけど、色が少し明るくなったみたいなことは確かに言われてるんですね。で、私はちょっとここで朝ごはんを食べようかなと思います。スタバで買ったコーヒーとサンドね。ちなみにコーヒーカップ見るとね、揺れないの分かりますよね。そう、そしてここにもハンガーがついたんですね。確か前なかった気がします。はい、コーヒー全然揺れてないね。はい、もうそろそろ新横浜駅に到着します。で、改めてですね、このコーヒーが揺れないことをお見せしますが、今手持ちで簡単に携帯で撮ってるんですね。本当に全然揺れないんですね、手も。で、もう一つ気になったのがですね、昔このテロップでニュース結構出てましたよね。今ニュースじゃなくて、なんかいろんな企業の広告みたいなのがたくさん流れてるんですけど、これって前の新幹線なかったような気がしますが、はい、間違ってたらごめんなさい。あとは今どの区間走ってるかも出てますよね。新横浜と小田原の間だっていうのが出てましたね。はい、この辺はね、新幹線自体には関係ないんですが、橋が綺麗なのでちょっと映します。はい、そしてまたテロップをお見せしますが、またどっかの企業さんの広告出てるんですよね、こういう風にね。前本当になかったような気がするな。で、今走ってるのは新富士と静岡の間ですね。これ本当に面白いですよね、こうやってね、今どこ走ってるか分かるっていうのがね。まあ、詳しい方はテロップなくても分かるかもしれないがね。で、今日はですね、天気はとても良かったですが、残念ながら富士山は見えませんでした。この季節の特徴なのかね。で、今掛川と浜松の間走ってるんですね。で、もう浜松と豊橋ね、次の動画になりましたけど、いや、この表情私本当に好き。なんかね、ワクワクするんですよね。で、こっからはちょっと、ゴミ箱だったりとか、お手洗い見せしたいと思うんですけど、なんかゴミ箱がスマートになったような気がしますね。で、これが、お手洗いの近くのこの窓なんですけど、多少形変わったのは気のせいなのかな。はい、で、ここにですね、ちゃんと全部配置が出てるんですけど、まあ、私がいるのが12号車で、で、8、9号車、10号車、3車両がグリーン車ですね。ここのスペースが全体的に広くなったような気はしますが、まあ、これは私の気のせいなのかもしれません。はい、でも広くてスマートで、なんかすごい新しい感じがやはりしますよね。まあ、新しい車だから当たり前だけど。はい、で、私もちゃんといます。携帯で撮ってます。こんにちは。このゴミ箱なんかめっちゃおしゃれで広いですよね。なんでしょうね、これは。はい、で、自分ありでもね、ここをちょっとお見せしますが、本当に散歩できるくらいに広くてですね、
めっちゃ神秘化ですよね。あとはここに多目的の多目的室っていうんですねもありますが、はい、閉まってましたね。でここはお手洗い、まあ、このドアとかはね特に前のと変わらないような気はするんですけど、はい、で今豊橋通過しましたね。もうそろそろ名古屋に到着しますね。あとですね、ここのトイレマークも変わったような気がするんですけど、これが光ると光らない時とありましてですね、まあ、どっちか正直ちょっと分からなかったんですけど、光ってる時が空いてるという時でしょうかね。はい、でめっちゃ緑綺麗ですよね。この季節大好き。まだそんな暑くないしね。でもうそろそろ名古屋ですね。とただいま三河安城駅を通過ですね。近いですね。いや新幹線はねどう見ても乗り心地がいいんですよね。今回の新幹線でさらに良くなったみたいですね。本当に揺れが少ないね。で最後に改めて席をお見せしますが、富士山の柄わかりますか？ちょっとわかりづらいんですけど、富士山の柄ですね。まもなく東海道線、中央線、関西線と名鉄線、近鉄線、青波線、地下鉄線はお乗り換えです。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。名古屋を出ますと次は京都に停まります。中央線、特急、滋賀の9号、長野行き、11時ちょうど、お忘れ物はございませんでしょうか。お手回り金額を確かめるのでお降りください。電車での運転開始は大変です。お降りの時はお足元にご注意ください。はい、で、無事に名古屋駅で降りました。で、はい、名古屋駅のホームに今止まってるんですけど、もう少し多分発車すると思うので、ちょっと発車のシーンを撮ろうかなと思って、今待っています。もうそろそろかな。電車の時間が決して長いわけではないので、のぞみ305号ね、今日乗ったのね。もうそろそろかな。意外と止まってますね、名古屋駅で。はい、じゃあ今からですね。じゃあバイバイ、またね。新大阪まで行くのね。ということでですね、新しい新幹線に乗ってみました。ちょっとね、今音もあれだし、なんか喋っても聞こえないから、ちょっと自分のね感想とかはまた別で撮ろうと思います。この後にね。でも何よりやっぱりコンセントはね感動しましたよね。昔はね結構多分コンセントの狙い合う人ってね聞いたと思うんですけど、これでもうどの席にも必ずコンセントがついたので楽ですよね。そして便利、もう狙い合う戦う必要がないんだね、お客さん同士でね。はい、今日の乗りレポはここまでになります。ここからちょっと感想述べたいと思います。はい、
ということで、ここまでが実際に乗ったレポートでしたが、ここから少しね、改めて自分の感想とか気づいたところ、まあ、言っちゃえば、変化したところを述べたいと思います。まあ、全体の印象としてはですね、ものすごく大きな変化があって、車内に入った瞬間に、全然違うじゃんって思うような変化ではなかったんですけれども、やはり細かいところを見ているとですね、いろいろ変わりました。で、私が大体、多分全部ではないと思うんですけども、自分自身はちゃんと気づいた違いといえば、大体10個ぐらいありましたので、その10個をちょっと今述べたいと思います。で、自分にとっては2つが一番大きかったかな。1つ目が、まあ、テロップですね。やはりテロップの表示が大きく変わりました。テロップのその画面のサイズも変わったし、流れてる情報も変わりました。まあ、ニュースがなくなって、企業広告になったし、でも、同時にこの運行情報に関してはものすごい分かりやすい表示になりましたよね。同時にね、英語と日本語出たりとか、今どの区間を走ってるかとか、あと皆さん気づきましたか？名古屋駅に到着する前に、名古屋駅で乗り換えができる鉄道が全部綺麗に並んでましたよね。あれも私結構感動しましたよね。へ、こんなのあるんだ、わかりやすいんだねって思いましたね。はい、まあ、テロップが一つ目ですね。もう一つの、大きな変化。これは二つ目ですが、二つ目ね。これはもちろんコンセントです。今までコンセントがどこにあったかというと、横の壁にありましたよね。で、もし友達同士で座ってるんだったら仲良くシェアできますが、知らない方同士で座っていると、なかなかね、充電したくても隣の方に声かけるのって、なかなか難しいんですよね。すいません、ちょっとコンセントを使いたくてみたいな感じになると思うんですけど、これでこの悩みは完全に、解除されました。どうしてかというと、どの席にもこれで膝掛けの方にね、ちゃんと1個ずつコンセントが入っていますので、知らない方同士乗っても問題なく、まあ、パソコンとかスマホとか充電することができます。これはね、とても嬉しい変化でした、自分にとってはね。それでは3番目の変化に行くんですけど、3番目は動画の中でお見せしましたが、このトイレマークですよね。今までは確かにライトがついてなくて、男性のマークが青で、女性のマークが赤で、まあそれだけだったんですけど、特にだから今空いてるかどうかわからなかったんですけど、今ですと、ライトが点灯したり、また消えたりとかして、それで今空いてるかどうかがわかるので、まあそれも一つの便利な変化ですね。では4つ目。まあ、4つ目は顔ですね。で、顔に関して言いますと、私も最初見て、あれ変わったかなと思ったんですけど、ライトの形と位置が変わりましたよね。そして、この新幹線のこのほっぺたね、もっとふっくらってなって、新しい方はね。で、なんか少し個人的に思ったのが、四角い形に少しなりましたよね。前の N700 は、なんかもうちょっと丸かったんですけど、今の新幹線ちゃんはこうやってなんか、失格みたいな感じになってるんですよね。はい。この変化も大きいかなと思います。まあ、もう一つ外袖の変化といえば、ロゴのところも変わりましたね。まあ、これはデザインに関してね。はい。では、5番目。5番目は、これは新幹線のシートですね。シートの色が少し変わったのと、シートの柄が富士山になったのと、あと自分もですね、降りてから、いろいろ調べて気づいたんですけど、自分自身は気づかなかったわけね。実はですね、席のリクライニングした時にですね、すごく座り心地が良くなったみたいですね。まあ、次またなった時に自分もチェックしてみたいと思うんですが、はい、リクライニングももっともっと快適になったそうですね、今回の、新しい新幹線でね。はい。では、6番目です。6番目はね、意外と見ないと気づかないかもしれませんが、実は間接照明になりました。今まではちょっとそういう照明じゃなかったんですけど、今の照明が間接照明で、結構現代的で、綺麗になりました。もう一度多分映像を見返すとわかると思うんですけど、はい。実は照明まで変わりました。はい、それでは7つ目です。7つ目もね、私も最初気づかなかったんですけど、実は内装のこの窓の方ですね、壁のデザインも結構変わりました。似ているんですけど、よくよく比べると似てないですね。今の新幹線の方が、ちょっと飛行機っぽい、なんか宇宙飛行船みたいな、すごい現代っぽい形になりましたね。これは多分映像見返すとわかると思います。結構シンプルだけど、本当に飛行機っぽい感じになっていると思います。それでは、あと8番目の変化です。8番目もですね、実は、前の新幹線ですと、空調の吹き出し口っていうのがね、上にあったんですよね。ちょうど自分の頭の上ぐらいですかね。網棚の下のところですね。
網棚じゃないか普通の棚か、はい、そこにあったんですけど、今完全になくなっています。これも一度映像見返すと実は分かります。完全にフラットになっています。今は空調どこにあるかちょっと私も分からないんですけど、とりあえず今まであった不思議な形をした吹き出し口はなくなっています。ではあともう少しですが9個目ですね。9個目はテーブルです。まあ、これに関して言うと変わったところといえば色が明るくなったのと、あとテーブル裏のこのいろいろ情報載ってるところがちょっとスマートでコンパクトになりましたよね。情報の載せ方って言いますか、そこがね。はい、それでは10番目です。で、10番目は、はい、これはハンガーです。まあ、これは大きな変化かどうかわかりませんが、とりあえず、ハンガーの形がだいぶ変わりました。なんかすごいスマートで、未来っぽい形になったという印象を私は受けました。まあ、どっちが便利かわかりませんが、多分新しい方が便利なんじゃないかなと思います。まだね、寒い季節じゃないので、上着をそこにかけることはできませんが、また寒い季節に乗って、ハンガーについてはもう一度ちょっと解説したいっていうか、比べたいと思います。はい、今日はですね、意外にも長い動画にはなりましたけれども、皆さん楽しめましたでしょうか？私の初めてのこういう鉄道のレポートで、正直言って大変緊張してますが、たくさん喋りました。いつもよりもスピードが速いような気がします。はい、それでは皆さんのこの動画の感想お待ちしております。この動画気に入りましたらぜひチャンネル登録といいねボタンお願いいたします。それではまた次の動画でもお会いしましょう。最後まで見てくださって本当にありがとうございました。バイバーイ。